どうぞはい、時刻は10時30分を回りました皆さんこんにちはリファーラルフォーライフのお時間となりました、えー、この番組は面白い形にの AI プランニングと壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを来てないですかすることで、えー、働く時間を半分に 収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田あゆみですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお届けさせていただきたいと思っております番組では皆さんのメッセージご要望ご質問を募集しております メールアドレスは7 9 7 f m g n o 1 c o m 7 9 7 f m g n o 1 c o m までお願いしますまたスマートフォンでもお聞きいただくことができますツイキャスやリスナジオ f m g n o 1を検索してぜひ聞いてみてくださいアプリご覧いただきながらお聞きいただきますとツイキャスからコメントも送っていただきますのでぜひお待ちしております はい今日はですね私、東京からお届けさせていただいてるんですが東京は秋晴れ、爽やかな秋晴れになってまいりましたですがちょっとね気温がだいぶ下がってきてもう着るものはすっかり衣がいかなという感じがしておりますが沖縄の方は今日はいかがでしょうか、えー、まだまだ11月ぐらいまでは海に入れるよっていうふうにこの間お聞きしたんで、えー、まだね、ねもしかして、えー、泳いでる方もいらっしゃるかもしれませんね。えー 秋のの沖縄っていいううもぜひ楽しみたいなと思うんで私、ぜひ来月ですね、終わりに行きますので、その時は、秋の沖縄、ぜひ楽しみにしております。最近の私はですね、リファーラルマーケティングというのを皆さんにお伝えして実践していただけるように、学びの場を提供してるんですが、その アセンティブジャパンのナショナルカンファレンスというのを開催しました創立5周年だったんですけど日本に上陸して5周年なんですがこれはもう私のかねてからの夢で私たちのビジョンでもあったんですけども全国大会ですね本当は一番やりたかったのは都内のホテルでパーティー会場で皆さんと一緒にお食事をしながら 海外からもゲストをまね真似てやれたらいいなーって思ってたんですけど、まあ、このご時世なかなかね、えー、一つのところに集まるということも難しいですし海外からのまだ渡航もね許されてあまりできないような状況の中だったので、えー、サテライト開催っていまして各地を中継でつなぐという形はどうかっていうふうに今度計画を切り替えまして。 私どもの支部があります仙台東京名古屋大阪福岡をつないで中継で開催しようと計画してましたところがこれもですねそれぞれの地域で集まることがあまりよろしくないということになってしまいましてもう渋々ですね直前になってなんですけどオンラインに切り替えましたですが結果すべ、えー、てオンライン配信ということになったので 全部で7カ国からご参加いただけるというような大きな、えー、イベントになったんですね。で、えー、私たちの代表がスイスから参加してくれたりイングランドからあとは、えー、とカナダもいましたしあとはインドですかねからも参加していただいておりました。で えー、みんなすごい時差があるのでこういう国際的なイベントをする時って本当に時間の設定ってあの悩むんですけども日頃はですねヨーロッパ時間に合わされれていいつもいろんんなことを開催されるんですよで私は一番東の国に住んでいるのでいつも私がとんでもない時間に、えー、イベントが開催されるという大きな時差を,をまあちょっとねある意味ハンデに。 持ってたんですが今度は逆バージョンで日本の時間に合わせて開催したので逆に他の国の人たちがとんでもない時間から参加するというね感じだったんです、えー、まあ、私の場合はだいたい夜中から始まって翌朝までのイベントなんですがまあ、今回他の国の人たちは早朝というかまあ夜中に起きて えー、明け方までイベント参加するみたいな感じだったんですが、まあ、それでもですねすごく活気ある、まあ、5時間のイベントが非常にずっと盛り上がり続けました。で何をしてたかっていうと、まあ、この一つのねリファーラルマーケティングっていうのはマーケティングプログラムいろいろ世の中にありますがその中でも紹介に特化したものなんですがこれを人のお力を借りてビジネスや人生を豊かにするためにはまずはちゃんと自分自身が 計画をして実行しなければいけないしそれをコンフォートゾーン、まあ、生ぬるい状況にいたら何もできないよということでちょっとですね、えー、厳しめのお,お話もあったんですがむしろそれが皆さんのモチベーションになってくださって規律、えー、とコミットメントを持って実行しようという皆さんのこうみなぎるなんかやる気が最後には見えてとってもいいカンファレンスになったなというふうに思っております。えー、そのカンンファレンスにですね え、私の、お、最も信頼するビジネスパートナーの一人でもありまして、えー、本業が、ま、通訳、翻訳をしていらっしゃるんですけども、あの、彼女のおかげでこのカンファレンスが成功したと言っても、過言ではないという大活躍をしてくれました。通常通訳って、やっぱ長い時間難しいんですよね。頭の中でいろんなことを考えながら言語を変換してやるので。 でそれの能力ってすごい、えー、素晴らしい能力だなぁと思うんですがなんと5時間ぶっ続けで、えー、ずっと通訳、まあ、逐次通訳って交互でお話しするスタイルを彼女はとってるんですが、えー、これはね相当な労働力というかハードなお仕事をしていただいたんですが、まあ、彼女のおかげで本当にこの。 カバレンンレが成功しましまたで多くの方たちはですねこの蓄字通訳という彼女の手法のおかげでちゃんとお話を理解することができるんですね。で私自身も少し英語は分かるので、えーまあ、英語で聞,聞いてはいるんですが私同時通訳ってちょっと苦手なんですよ。生字ちょっと聞けちゃうのですごく混乱するんですよね。でお話がちょっと表面上のものに聞こえてしまうので。 なんかこうあんまりしっくりこないことも多いんですがこの「畜通訳っていうのはちゃんとあの実は要点をまとめて適切な言語に置き換えるっていうあのほんの一瞬にねそれをやってくれるおかげで実は聞き手にとっては理解度は深まるというこっちの方が多分コートじゃないかなと思うんですが、えー、そういう技術スキルをお持ちの方にサポートしていただいたおかげで大成功になりました。 今日はそんな、ええー、その逐次通訳翻訳を担当してくださっております。私の本当にもう大好きな、大好きなパートナーですね、えー。ゲストにおま、お招きしております。安いフローレンス愛華さんです。イエーイ。ありがとうございます。はい、フローレンス。<laughs> <めん> <laughs> 今日は本当にごご参加いいいただいてありがとうございますこの間はカンンファレンス本当にありがとうございまししたたお疲れ様でこのアセンティブリファーナルマーケティングの学びの場をですね日本にそもそも持ってこようという時から一緒にね、えー、プロジェクトからずっと関わってやってくださってるわけですけどもまあとにかく膨大な量をね翻訳もしなければならないということで本当にご苦労があったと思うんですがちょっと印象に残ってるエピソードとかありますかね 印象に残ってるエピソードですか、うん、あの一番最初にやっぱりあのもう検視をやるには私の翻訳がまず最初っていうことで翻訳をするで,で私も自,自身も受けてるものなのであこれはいろいろ考えながら翻訳しなきゃいけないなってでどれぐらい量あるんですかって言ったら、うん、大体400ページぐらいかなって言われたんです <laughs> えあ,あはい」い「いつまでですか?」って。 数月で,できるって言われてうってう <laughs> ってなったのがやっぱりその時がどうしても印象には残ってますねやりがいはあるんですけれどもあそうなったらあ私の正月なくなったクリスマスもなくなった下手したらバレンタインもないなみたいなのは覚えてます <laughs> ねあの時は本当ねまあちょっと <laughs> 半年ぐらいですべてを準備しなければいけないっていう、はい、だったのでね受講生の方用のテキストと トレーナー用のテキストとまた運用マニュアルみたいなのがあってトーータルでででページぐらいですかかね、まあ、そこまでそ弱かな、はい、<laughs> 膨大な量を一人で翻訳してくれてでさらにはそれをローカライズね適切な、うん、しっくりくる日本語に置き換えるっていう作業がまた大変でそのためにもう本当に毎晩のように、うんえー、ディスカッションしたりとかしながら。 整えることができたおかげで今ね日本語ですべてのプログラムをお届けできるようになりましたもうこれは本当ね、うんえー、フローレンスのおかげですもう改めてありがとうございます、えーえー、ありがとうございます <laughs> あの皆さんでね,ねもしお仕事で何か通訳とかあの翻訳が必要だなっていう方はもう私は日本で一番いや世界で一番おすすめですねいす <laughs> <laughs> はいそんなフローレンスさんですがうん あのツイキャスご覧の方はねあのー、ご覧いただけるかもしれないんですけどあのー、見た目、日本人なんですけど <laughs> 中身は完全にいろんな国の人が入んになってしまって <laughs>、うん。なので私は彼女を紹介する時「c a ケンフローマ、あなたプラネット。宇宙人になっちゃった <laughs>、ね。<laughs> <laughs> はい、じゃあフローレンス簡単に自己紹介をお,お願いします。<laughs> はい、安井フローレンス愛花と言います。今は神戸に住んでいます。けれども、出身は実は名古屋えー、15歳の時から海外にスイスフランス、アメリカと20年生活をして帰ってきてからはえー、翻訳通訳及び最近ではえっと交渉とかプレゼンテーションの代理というものを通じて、日本企業の海外進出のサポートをしています。はい、ありがとうございます。 フロレンスはね、えー、まあお仕事はあその翻訳通訳というところなんですけど言語を生かしてということなんですが、えー、全部で何カ国語できますか喋れたって私はいつも言ってるんですけど <laughs> 言語って使わないと忘れてしまうのであの一時できた時は4カ国語までいきました。何語ですかえ えーっと日本語が一番つたなかったかもしれないんですが日本語と <laughs> 英語とフランス語とドイツ語はいねすごいですよね <laughs> あのー、アメリカはねもちろん私たちもこのトレーニングで行ってたんですけど、えー、19年から本部がスイスに移って、えー、スイスでトレーニングがあった時に、まあ、フローレンスも一緒に行ってもらったんですけどあのー、ね プロレスが卒業した高校がスイス,イで,すス,イスイですね。<laughs> はい <laughs>、うん。スイスイってびっくりしたのが英語が通じないんですよね。通じないですね。レストランに行っても英語メニューがなくって注文ができないという。イタリア語圏だ。 たんですけどね、うん、かろうじてフランス語通じるところが何件かありましたねね、うん、なのでフローレンスがいないとご飯も食べれないという状況が <laughs>、うん、私もね色んな国行ってますけどなんとか英語でやりきれちゃうとかできるんですけど、うんうん、全く通じないっていうのがちょっとあの久しぶりの体験でしたからあの写真付きのメニューがないとご飯、うん 頼めないんかもうフローレンスとはあちこちいろいろ一緒に行ってるので本当楽しい思い出はたくさんなんですがさてさてそんなフローレンスですけれども、えー、実際ね今翻訳通訳を中心に海外進出のサポートをしてらっしゃるっていうことなんですけども、えー、フローレンスはその仕事に対して、えー、気をつけてることとかどういう思いでやってらっしゃるんでしょうか 私が今の仕事をしている一番のベースにあるのは日本企業が世界で活躍できるようにっていうのはもちろんなんですけどその一方で海外で日本企業が足元を見られることがないようにとか、<ー>えー、ビジネスをやるにあたってあえて日本人だろちょろいちょろいっていうことが言われることがないようにっていうのを念頭に置いています。 でそれをベースに日本人全体の英語レベルをまるっと底上げするっていうお手伝いをしようと思って、はい、今のコンサルもやってますしこの間ちょっと電子書籍とかも出したりしてます、はい、<laughs> 素晴らしいですね、まあ、日本がそんなあちょっとこう下に見られるというかそんなことのないようにっていうのでやっぱ現場を知ってる人じゃないと多分そういう日本人で結局 あの英語がやっぱり苦手な人とか、ね、独立言語を話してるから他の言語にちょっとコンプレックスがありますよね。うん、ありますね。あるしあのやっぱりこ,こんなこと言ったら怒られるのかもしれないんですけど日本の英語教育はなってないと私は正直思うんです。うんね それはあの教え方がどうのとかではなくて間違っったマインドセットを植え付けててしままるなと思います、うん、でどういうことかっていうとそう言葉にはっきり出してるわけではないんですけど日本の学校卒業した後日本人ってちゃんと喋らないと恥ずかしいとか、うん、完璧に文が作れないと英語は喋っちゃダメみたいなマインドになってしまってるんですね。あゆみさんもあのあ 話してる時点でそうじゃないっていのも多分頭のどこかでは分かってるんだけど、うん、たまにやっぱりちゃんと喋ろうとかって思っちゃいませんそのマインドをまず取っ払わないことには日本人って進んでいけなくて、ね、かつあの日本人特有の奥ゆかしさでニコニコしてしまったりとか そうすると交渉とかプレゼンの場でニコニコしてるって逆にヘラヘラしてるって取られてしまうので、うん、立場が弱くなるそういったところをもうどうにか変えたいいと思っています、うん、<laughs> なるほど、はい、交渉の場っていうのではやっぱりその表情とかもすごい大事だし、はい、あの言葉の強さとか、うん、トーンとかもそうだけど、うん、使う単語もにもよるんだけど。うんあの それがちゃんと分かってなくったって、うん、あの、ぶっちゃけね、大阪の方って、うん、あのどんな場所でも大阪弁で、あの、あのね、いい通しちゃうみたいなのってあるじゃないですか。うんうんうん、そうそう。そうだから、それが日本人に、なんか、そういうマインドがもっともっとあったら。うん 言語のの壁みたいなのってなくなっってくねね、うん、うんあのバカにされてて黙ってないよっていうそれだけでもその態度だけでもはっきり示せたら、はい、いいと思うんですけどそこでなぜかやっぱり譲ってしまうのか言えないからって諦めちゃったりとか、うんはい、そういったところをなななくしたいなと思ってますするほどですね私も英語多少喋れるけどもう全然自分が合ってると思ってなくて。 <laughs> 完全ブロークンですしもう全然あの間違ってんだけどでもなんかこうコミュニケーションっていうのはめちゃめちゃ私はあの、うん、取れちゃうというか伝わってますしね。ただ、まああの、公の場で、ね、ちゃんとしたプレゼンンテーションっていう時だとちゃんと私もフローレンスにあの、うん、これちょっとや訳してくださいとか。 これで合ってるとかっていうのは、うん、あの確認しますけど、そうじゃない？時って、うん、もうめちゃくちゃ投げ子喋ってますもんね。うん、私ねいやめちゃくちゃではないんですよ。<laughs> 全然うん伝わってるし。あとやっぱ熱意が伝わってるから向こもうも、ん、例えばね。例ええ、今なんて言ったんだろうと思ったとしても。 大体の熱意で伝わってるからまあいいや歩みのことだからきっとこういうことだろうっていう理解してもらえるしもう大事なのそこなのでねはいそうそう、うん、そこはもう失敗を恐れずあの話しする方が英語って英語だけじゃなくて他の言語、ね、そうなんです他の言語も全部そうですはい。うん あのよくね、えー、こっちが間違った英語で一生懸命伝えようとして、まあ、間違ってても相手がこういう意味とかこういうことって聞いてくれたりとかすることで一個一個ちゃんとあの消化できるっていうね、まあ、その繰り返しですよね。でそれで気づいたらうまくなっちゃってるんですよ実は、うん、<laughs> 気づかないうちに。ね。うん、こういうタイミングにはこういう言葉を使った方がいいとかっていうのは、うん、やっぱり消失、うん、ス,スタジーなのかなっていうふうに思います そんな熱意あって、えー、交渉には絶対負けないという、まあ、そのマインドってもしかしてプロレスのこう,こういうファイティング的なところが <laughs>、まあ、得意そうです、ね、なんか黒い黒色の帯を持ってる <laughs> はい持っておりますでテ、ねはい、コンドーの黒帯という、はいうん、そうなんですじゃあ強くなりなかったんですよ <laughs> 子供の頃苦労したんで強くなりたたかったんですじゃあ、はい、そのねお仕事にそれを生かしてるんですけれども、うん、じゃあ、なんでそのお仕事を今、フロレンサ先ほどもちらっと言ったんですけど子供の頃すごい苦労したって言っていいのか分かんないんですけどあの私、2歳になる直前に誘拐されたらしいんですよ。えー 不勇気なりですけど、はいはい、で気づいたらものすごく当たりのきつい環境で育てたんですけど、うん、いや後からや聞いてみると実は、まあ、私が本当にちっちゃい時に両親が離婚して、うん、で母親が私を育ててたんですけれども。 ある日あの、まあ、週末ななのかな父親が私を引き取りに来てで週末終わったら返すっていうのをある日帰ってこなかったんだそうです。うん、もう父親が私を誘拐してしまって、うん、で気づいた頃物心ついた頃にはママ母に育てられてたんですね。りがきついっていうと あることでしょうって思うんですけど、まあ、よくよく本当に後からちゃんと理解した時にも単純に言ってしまうと虐待を受けてて育ってたんですうん、うん、で学校行ったらいじめを受けてたんで行くところがない、うん、存在する場所がないっていう感覚でいたので15歳の時にも単身で海外「ハイスイスニースの高校に行ってらっしゃい」ってポッて投げられたんですけど、うん、<laughs> そういう経験なのは日本って 私にとっっては悪夢の場所でしかなかなた日本は怖い日本人怖い。でもう強くなりたいから武道家になるしで英語を、ね、マスターしてどうにかあのアメリカ人としてなんかその所属意識を求めていたのでどっかに居場所を作りたいってアメリカ人になろうと思って英語もアメリカ人並みにやって。 で教育工学っていうものを大学院で学んで人の学び方とかそういったものをマスターして、うん、もうアメリカ人として生活をするっていうことを始めようとしてたんですね、うん、と,ところがあの大学院まで行って卒業してるのに2年で2回リストラ食らってるんですよあら、はい、で銀行口座の残高が100ドル1万円とかまで行ったこともあって、うん 私ペンシルバニア州って冬は本当に一日中マイナスみたいなとこに住んでたんですけど暖房も使わずに寝袋にくるまって、うん、テレビとかも持ってなかったので古いパソコンをポチポチしながら一日、ね、寝袋にくるまってたとかんそんな生活をしていて私はここで何をしてるんだろうみたいな。でまあ私が自分だけが助けられる人を助けたいっていうのを次第に思うようになって。うん いろいろ右翼曲折あったんですけど一時帰国をした時に本当にずっと日本は怖い日本人は私が関わる人じゃないと思ってたのにある時ちょっとした読んだことが一時帰国したら20年前と比べて日本人の英語レベル上がってなくないってなってそこにすごい危機感を覚えてもしかしたらこれ私一般アメリカ人としてノーノー、ね、のうとね そそれこそコンフォートゾーンで生活してるより日本人助けた方がいいんじゃないっていう思いがすごく湧いて私の知識を使って少しお手伝いしたらものすごい感謝されるっていう経験をした時にあ私だけが助けられる人ってあんだけ怖かった日本人だったんだ。 なるほど。いうのを知って今の仕事をするに至ってます。はい、<laughs> はい、ありがとうございます。はい、まあそんなね大変な経験をされながら日本の英語力を上げていくということに、ねえー、頑張っていらっしゃるフローレンスですが、最後にお伺いします。どんな方をフローレンスにぜひあの紹介したらいいですか？ はい、私は50代,50代中盤できれば545の男性で、うん、あの経営者の方がいいんですけどもできれば建築とか、うん、そういったことをされてる方、うん、他人思いの方で自分は勉強大好き、うんね、できれば、まあ、私と似てるワーカホリックな方がいいかもしれないですね、はい、そ,んなそんな方で海外進出を考えてる方もしかすでにしてるんだけどちょっと行き詰まってるなっていう方をぜひご紹介ください。はい、いりりまました。ありがとうございます えー、今日ね素敵なゲスト安井フローレンス愛香さんでしたぜひ、えー、英語スキル磨きたい方、えー、将来ね英語を使いたい方ぜひフローレンス、えー、そして、えー、アセンティブジャパンのホームページの方までぜひお知らせくださいでは最後に私の方からお知らせです、えー、今度来月11月29日30日でこのリファラルマーケティングの体験セミナーがございます えー、29日30日ディスク理論とその基礎編というと、えー、2日間に分けてセミナーがございます、えー、会場は浦添のピーズスクエアです、えー、こちらもですねえっとアセンチブジャパンのホームページもしくはフェイスブックページそして AI プランニングのツイッターの方から、えー、ぜひお問い合わせくださいとっても楽しく学べる機会となっております、えー、ディスクリ理ンという行動心理学を元にしたものとかですねあとは、えー 91のコンテンツをちゃんと学ぶと紹介が自分で生み出せるようになったりコントロールできるようになるんですがその本当に基礎編ですけれどもこれ沖縄で9月に開催して大好評でしたので第2弾ということになります。ぜひご興味ある方はお申し込みください では本日は、えー、素敵な安いフローレンス愛香さんをお招きして、えーえー、生放送でお送りしました、えー、今週も、ね、お相手は池田愛みが担当させていただきましたまたぜひお会いしましょう来,来週もお目にかかれるのを楽しみにしております今週も元気で頑張ってきてくださいいってらっしゃい